皆さん、こんにちは。ブログ開いてくださりありがとうございます。これは書き初めです。今日は今年の抱負について語っていこうかなって思います。今年の抱負は、20歳なので20個。1、いろいろなことにチャレンジ。2、クールもキュートも兼ね備えた人間になる。3、愛それとかダンスの基礎練りをもっとする。4、毎日、筋トレ。5、週3、アサイーボール。6、ダイエットする。7、雑誌の表紙を飾る。8、頑張ってチルする。9、おしゃれに過ごす。10、エースを可愛がるってエースが言ってます。11、フェスに出演する。12、たくさんのメディアに出演する。13、周りの人を大切にする。14、お風呂に浸かる。15、規則正しい生活をする。16、楽しく過ごす。17、自分らしさを大切にする。18、礼儀正しく。19、トーク力を上げる。20、ホワイトスコーピオンをたくさんの方々に知ってもらい、感謝、笑顔、夢を届けるです。皆さん、セカンドシングル、コヨーテが泣いている、聞いていただけましたか？この曲めちゃくちゃいいですよね。ファーストシングル、眼差しスナイパーとはまた違った雰囲気で好きです。ダンスプラクティスも YouTube に上がっているのでぜひチェックです。ダンス、今回もこだわってるのでじっくり見てほしいな。最後まで見てくださりありがとうございました。また見てね。